華やかな衣装に身を包みポーズを取るのは女優でタレントのジャネット・チアさん。結婚後徐々にメディアから離れていましたが、この度新たな役割を担うことになりました。それは台北101の第6代董事長に就任することになったのです。ジャネット・チアさんが就任後に最初に取り組みたいと言われているのがこちら、韓国の人気俳優のヒョンビンさんの起用です。ジャネット・チアさんは世界に台湾をアピールすることを目標に掲げており、人気俳優のヒョンビンさんをイベントに招待することを計画しています。ジャネット・チアさん、イギリスのコベントリー大学を卒業、記者や司会者を経て芸能界に、またウェディングドレスのブランドを創設し成功を収めました。専門家は今回ジャネット・チアさんが台北101の董事長に就任することについて、豊富な人脈を生かし、さらに多くのビジネスリソースを結集できるのではないかと期待している、台北101の運営を再びピークに導いてほしいと語っています。歴代の董事長は皆豊富なビジネスの経験を持っていました。初代董事長の陳敏君さんは最も美しい董事長と称されました。ジャネット・チアさんは初のスター董事長として、これまでの経営理念をどう生かせるか注目が集まっています。